ロマン・ポランスキー、ロマン・ポランスキー、ローマン・パランスキー、1933年8月18日隊は、ポーランド出身の映画監督。ユダヤ教徒のポーランド人の父親とカトリック教徒で、ロシア生まれのポーランド人の母親の間に、フランスの首都パリで生まれる。出生時の名前は、ライムント・ロマン・リープリンク、ライモンド・ローマン・リーブリング。歳の時一家は、 ポーランドのクラクフに引っ越し、そこで幼少期を過ごした。イフ兄弟の姉がおり、後にアウシュビッツに連行されたが、生き延び、その後、パリで暮らしたという。第二次世界大戦時はドイツがクラクフに作ったユダヤ人ゲットに押し込められた。ゲットのユダヤ人が一斉に逮捕される直前、父親はゲットの有志鉄線を切って穴を作り、そこから息子を逃がした。 父母はドイツ人に別々に連行された。母親はアウシュビッツでドイツ人に虐殺された。また母親はこの時妊娠していたとポランスキーは証言している。父親はドイツ人により採石場で強制労働をさせられ終戦まで生き残った。また自身もドイツに占領された。 フランスのビシー政権下におけるユダヤ人狩りから逃れるため転々と逃亡した。この体験がポランスキーの作品に深く影響を与えることとなった。第二次世界大戦終結後にポーランドへ戻り、生き延びた父親と再会した。その後は映画に興味を持ち、ウッチ映画大学で学んだ後、冷戦下の1950年代にポーランドで俳優として活動を始める。 いくつかのポーランド映画に出演後、自由な表現活動を求めて、フランスに移った。1962年に、水の中のナイフで監督デビューする。共産党一党独裁体制のポーランドでは、目殺されたが、西側諸国で絶賛された。その評判に惹かれるように1963年に、イギリスへ渡り、映画、吸血鬼などを制作する一方で、 アメリカのヒューストンに今日構える。吸血鬼に出演した女優シャロンテートと1968年に結婚する二度目の結婚。しかし、翌1969年8月9日、テートは友人らとロサンゼルスの自宅でパーティーの最中、チャールズ・マンソン率いるカルト教団に襲われ斬殺された。当時、テートはポランスキーの子を身をもっており、 妊娠8ヶ月だった。ポランスキーは、ロンドンで映画の脚本執筆中に秘宝を受け、アメリカに帰国した。ロバート・エヴァンズの著書、くたばれ。ハリウッドによると、ポランスキーは憔悴しきっており、医師による鎮静剤の投与が必要だったという。この事件でポランスキーは、当初マスコミの餌食となり、根拠のない中傷を受けた。しかも、 この悲劇は、人違い殺人であった。事件が起きた邸宅は、ポランスキー夫妻が借りる前は、ドリスデーの息子で、ミュージシャンのが居住していた。ミュージシャン死亡だったマンソンが、メルチャーを訪ねたが、プロへの道に繋がらず、その逆恨みが襲撃の動機であった。事件当夜、スティーブ・マック・イーン、パラマウントの重役だったロバート・エヴァンズ。 ポランスキーの格闘技の師匠であったブルース・リーなどもパーティーに招かれていたが行かなかったことで惨劇を免れた。ポランスキーはアメリカに絶望するが立ち直り作品を撮り続けた。しかし1977年にジャック・ニコルソン邸で当時13歳の子役モデルに性的行為、強姦、アナルセックスをした権威をかけら逮捕、裁判では 司法取引により法廷強姦の有罪の判決、実刑懲役50年以上という換算を受ける。ポランスキーは法廷の外では無実を主張し、これは冤罪であり、本人は少女とその母親による恐喝の対象になっていたと述べている。ポランスキーは42日間の交流後、釈放されている。しかし、事件の担当判事がポランスキーを投獄後、 国外追放にすることを、示唆、再び収監する旨を地方検事と彼の弁護士に告げた。保釈中に逃亡したことが通説となっているが、正確には釈放後の国外脱出である。彼は、出廷を拒否。アメリカを捨てることを決意し、有効だったパスポートを手に、ロンドンへと行、その後パリへと移住した。以後、アメリカへ一度も入国していない。しかし、この件は、 アメリカの司法当局に遺恨を残し、チューリヒでの身柄拘束につながることとなる。1978年にフランスに移り、市民権を取得した。1979年の作品、テスで主演を務めることになるナスター・シャキンスキーとは、彼女が15歳の頃から性的関係を結んでいた。2010年に女優のシャーロット・ルイスが、私もロマン・ポランスキーの被害者の一人。 彼は16歳の私に最悪の方法で性的虐待を加えたと記者会見で公表、監督のアパートで虐待を受けたことを明らかにした。1989年に女優のエマニュエル・セニエと三度目の結婚をしている。アメリカ脱出後は欧州を活動拠点にし、フランティックや赤いコーロ、死と、諸女、ナインスゲートなど意欲的に作品を発表。 2002年公開の戦場のピアニストで第55回カンヌ国際映画祭パルムドール及びアカデミー監督賞を受賞した上記の問題により逮捕、習慣の可能性があるため受賞式には参加せず、この受賞当時ポランスキーは69歳7ヶ月で同賞の最年長受賞者となった。この記録はクリント・イーストウッドが74歳で受賞した2005年に破られた。 また、自身が墓まで持って行きたい作品を問われ、戦場のピアニストと回答している。2009年9月、チューリッヒ映画祭の生涯功労少女予式に出席するため、スイスに滞在中、前述の少女への引行容疑に関連して、スイス司法当局に身柄を拘束された。アメリカは身柄引き渡しを要求したが、最終的にスイスはこれを拒否。 2010年7月12日に釈放を決定した。2010年にはゴーストライターで第60回ベルリン国際映画祭監督賞を受賞した。2018年5月に前述の性的行為を理由としてビル・コズビーと共に映画芸術科学アカデミーから除名された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。